シーズンここまで勝てていなかった川村戦でした。実際マウンドでどんな気持ちだったんでしょう。2回カープ戦登板したんですけど、すごい勢い感じてましたし、強いチームだなと感じたんですけど、で、まあ、前回11失点となって、このままシーズン終わるわけにはいかないということで、頑張ってなりました。ランナーも抱えながらという苦しいピッチングになりました。ただ終わってみれば8回途中に失点でした。今どのように振り返りますか。まあ、ピンチばっかりで守ってる野手の方にも申し訳なかったんですけど、まあ、粘り強く投げられたと思いますし、最後はいい形で答えになったんですけど、まあ、1でなんとか最後までと思ったので、まあ、でも次は最後までいけるように頑張ります。ただ6回の援護点は非常に大きかったですよね。はい、我慢してたら絶対取ってくれると思ったん で、まあ、先に点取られてしまったんですけど、まあ、1点でしのいで、体力で取ってくれたので本当に感謝しています。その大量点の口火になった逆転タイムリー、森野選手にお話を伺います。森野さん、どんな当たりだったか、どんな打席だったか、改めて振り返っていただけますか。そうですね、前のバッターは、ね、大島もよく粘ってフォアボールを選んで、その前のバッターも、ね、何とかつないで、特にいい形でつないでくれたので、何とかしてバットを出してランナーを返そうと思ってました。ただ逆転のタイムリーになりました。打った瞬間の感触、そしてランナーが返ってきた瞬間、改めて思い出してください。そうですね、今年そういう場面があまり、ね、なかったので、こういうところでヒットを打てるっていう幸せを感じました。ただ8月に入って12試合連続出塁中の森野さんです。好調ですね。そうですね、もともと夏場は好きですから、まあ、そこでね、今年1年の悔しい思いを何とか晴らしてやろうと思った試合がある日は、必ず貢献できるように思っています。今日は夏休み最後の日曜日です。多くのお客さんが詰めかけています。夏は終わりますが、この後も森さんの活躍を期待していると思います。ファンの皆さんに一言お願いします。はい、本当にね、この名古屋ドームでこれだけのお客さん、前でこうやって打って本当に幸せだと思います。また、絶対に打ちたいと思うので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてその後大きな当たりを打ってくれました戸上直道選手です。大きな歓声が今も聞かれます。改めてお気持ち教えてください。もう森谷さんと、皆さんが逆転してくれたので、自分も、迷いなく、思いっきり振ろうと思っていったら、最高の結果になりました。ただ満塁というチャンスでした。直美さん、満塁ホームランの経験というのはあるでしょうか。初めてだと思います。初めての満塁ホームラン、改めてその感触、入った瞬間の気持ちを教えてください。まあ、最近というか全然チャンスで打ててなかったので、何度か、いいところを見したろうと思って、気合い出ていきました。その気合いの結果がこれだけのファンの皆さんの歓声です。今日お子さんもたくさん来ています。そのファンの皆さんに一言お願いします。もうやっぱり、お客様が、たくさんいると選手もすごい気合いも入って、やる気も起きますし、名古屋ドームで、やるのが僕たちは一番落ち着いてやれるので、これからも温かい声援よろしくお願いします。では最後に大野投手に締めていただきます。まだこの後も狙うべきもの、大野投手もチームとしてもあると思います。改めてファンの皆さんに一言メッセージお願いします。はい、中日球団、今現状こういう形で最下位なんですけど、もうこういう試合続けていけば皆さんにも楽しんでいただけると思うので。